皆さんどうもおはようございます。おはようございます、今回新三国無双3で遊んでいこうと思います。チャレンジモードをやってみたいんですよ。一応ねあれしかやったことないんです。連投までしかやったことなくて、ですね、呂布かなんかで確か30いったかな、覚えてないけどこれよ、これがやりたいんよ俺。連投これわかる、これがしたいので。武将はねちょっとシューターでやってみたい。結構敵が強いけど、まあ、いかにダメージを与えるかなんで。最初の方はねどうでもいいのよ。最初の方はどうでもいい。おい、行くぜ。へい、ここら辺はね大したことない。オッケー、どこまでいけるかな、気になるよね。でどっかから急に敵が敵をしてきだすんで、こっちにで31かな、排水5分かなんか取るのに、違う、静止燃焼取るのに30人以上倒さないかんくて、それ取ったんですけど、それ以上やったことなかったんで今回やってみたいと思います。ちょっとずつ敵の体力上がってくるやろ。最初1撃やったのに今3撃ぐらいいる。お前も来るんかーい。しゃ、この猛角か、嫌やなこいつ。しゃ、オッケー、次。さあぼちぼち敵をしてくるかな。まだか、10ぐらいからか。まだやな、やっぱ10からかな。うわー、やっぱお前おるんか、嫌やな。お前結構強いけど嫌い。ああ、これ本気でいった人ってどれぐらいまでいけるんやろ。ごめん、ちょっと調べてみていい。修行の成果しかと見よう。ちょっと調べてみたい。ちょっと待ってね。どんぐらいいったんかな。切り合いじゃない、切り合いじゃないのよ。あれ連投、あ、連投の記録とかないんか、あんまり。あ、敵を知った。適応してきやがった。よっしゃ、こっからやな。よっしゃ、こっから適応してきよる。任せろ。あ、当たるんだ、当たるんだ。でシューターのいいところは地上ヒットでダメージも削れる上に、あの敵がなんていうの、気絶状態で地上ヒットやけん反撃されんのよね。こんな感じで、で最初に相手もうここら辺ぐらいからこっちがあのなんていうの、無双乱暴出すと向こうも溜まっとる場合 100% で返されるんで。あー、いかん、ミスった。そう、返されるんで、超運みたいになんかチャージ位置で無敵状態で素通りできるやつはいいんやけど、あれ結構むずいんですよ。で意外とね、このあ、まあ当たるときは当たる、当たるときは当たらへんけど、意外とこの敵のなんていうの、横をジャンプ攻撃しながらすり抜けていったら意外と当たらんかったりもするけん、これを駆使していってみたい。こんな感じで
そう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 。これでちょっといった。これがね、多分今のところ自分の中で必勝法なんですよ。でこれジャンプじゃダメなんよね。そう。でこれね、絶対返されるんで。ああ、ね、ダメなんよ。で、なるべく、いいのは、跳ね上げがいい。跳ね上げ。跳ね上げる攻撃で、もう相手が地上に足がついてる時点で無双ランプ溜まって返されるんで、ね、これむずいよね。こんな感じ。難しいんだなこれが。でここら辺からね、ジャンプ攻撃をせないかんのよ。ジャンプじゃダメだよね。いやー、で敵の攻撃がこうやって弱いうちはいいんやけど、もっとレベルが上がってくると強なってくるけんね。こんな感じ、こんな感じ。これが理想。でもこれは相手の無双乱舞の特性にもよる。範囲が狭い無双乱舞やったらできるし、徐行みたいに広い無双乱舞とか猛角みたいな振動は結構厳しいと。あーダメか。シュータイはこの反撃させ無双乱舞がめちゃくちゃ強い。あー姉さん行きたくないよ、倒したくない君は。こいつの当たるんよな結構。こんな感じだ。まあ慣れたら使いやすいんけどな。どこまでいけるかね。はい、あ、当たってない。あぶねえ。これ当たってなかったら結構やばい。集大は嫌やな。こいつの無双乱舞当たりたくないな。あー当たった。まずい。削る。よし。もう猛角強いんよ。これがね、絶対当たる。あーうまいなー。強い。いや強いよ、めちゃめちゃ強いよ。シューター使いやすいかもしれんな、もしかしたら。いらっしゃい。おっ、当たるかー。お前その範囲で当たるん、天才かよ。ごめん、あ、守るべき対象を切ってしまった。またつまらぬものを切ってしまった。ふえー、うわやば。ああ、それでもやってくるんね。名乗り中でも出てくるん。マジかよ。あ、うまい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。うわきつい。いやー、やられると思ったね。えここら辺から厳しくなってくるんよ。うるやこい。さあ30人目かな、リョフッチ。あ29か、あ30か。こいつマジで広いんよな。あーあー、うまい。これうまいんよねー、一騎打ちの。ちょっと待って、きつい。あばい、いけ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 、よし。危なすぎる、強すぎる、厳しすぎる。31。うわうまいな。まずい。こいつのチャージ5ってこんなんやったっけ。チャージ6か。あ、マジで今のガードするんや。すごいね、天才的、天才的。孫昇光は多分
抜けれると思うんやけどな。やばい、こいつは抜けやすいんや。よし、33、どんぐらいいけるかな。いらっしゃい。上空はきつい。まあまあまあ、もう仕方ないわ。もう当たるて。あー、マジで、マジで最後の当たらんとかある。あぶねえ、あぶねえ、今の弾取ってやばかった。さあ来い。やばい、うわー怖っ。あー、いかん。よし、危ない。もっともっとダメージ与えないか。無双ランブが溜まるギリギリまでダメージを与えて無双ランブを押せないか。うい、ここ、こうよ。そう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 、そういうこと、そういうこと、そういうことです。お前めっちゃ嫌やわ。俺、お前早いんよね、抜刀が。俺早いけん当たるんよ。やばい、当たれ。よし、36。いらっしゃい、いらっしゃい。もうかくちゃん、お前も結構当たるけんね。お、当たらんかった。今のガードしとったやろ。ガードとか関係ないんかこいつ。ああ、まずい、ああまずい。もう意味わからんとこでガードしよる。いや、ちょ、お前マジでふざけんなよ。危な、な、後ろ向いてガードせえやな。シュータイ何しよう。うわー、総大将きつい。護衛大将、ここ、オッケー。いらっしゃい。39人目、40人目か、違う、39人目か。うわー、くそー。うん、そうなるよね。もうこいつガード遅いな。よっしゃ、40人目。ああ、お前なんだね、お前なんやね、君なんだね。ほい、いや、これね、終わら、ああダメか、ちょっと待って。いや、これまずい。ちょっと待って、落ち着け。あー、来たなー。うわっ、あー、いた、これやばい、ガードされる。あー、やばいやばいやばい、これは、これはやばい、これはやばい。待って待って、これはきついぞ。どうする、これもしくったらアウトやな。あーあーしゃー、ざまみろ、ざまみろ。怖くないぞお前なんか。いやー、ダメよね、当たるよね。やっほい、41、50は行きたいよね。いけるか、いけるか。あー、これが当たらん。
最後が当たらなさすぎ。よし、ジョコジョコ。これね、右構えやけんさ、こっちのが当たらんかもしれんって。気のせいやったー。やばい、絶対絶対食らいたくない。あー食らうか。もうあの受け身取るめっちゃムカつくな。あーこれガード、よしで、こいつらの賢いところは、向こうが無双ランプ溜まってなくて、こっちが溜まっとって食らったら死ぬっていう時ガードして待っとんや。あいつらこっちが攻撃せんかったら、マジでマジですマジでセンスの塊。よし、マジでセンスの塊よ。みんなみんなセンスの塊。ここら辺からどう強くなるの。一緒じゃない。いけるか。あーこれきついな。よし、あーこいつ嫌だ。もうほんとこいつだけ嫌だ。当たってない、ラッキー。おいマジかよ。あー当たらん、マジでー。あーやばい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 。ははきつい、きついよー。あーいか、ガードされる。あーくそー、これまずい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 。お前マジで、うわやばい、うわ怖っ、怖すぎ。危なー、来たー、勝った、俺の勝ちやろ。よっしゃー、駆け引き、 AI ごときが人間様にかなうと思うなよ。ここら辺からマジでやりがい出てくる。うぅ、あーこれ当たるよな絶対。こっちやな飛ぶの。あやば、ちょっと待って、これねあんまりあんまり叩きすぎたら危ないよね。こうやな、あーこうやな、一回跳ね上げたらこっちのもんやな。はめ攻撃できるのはシュータイある程度多分。違うか、オッケー、よし、48。次、花公園。うい、ああダメ、ああダメか。よっしゃ。うわ、性格悪い。ちょっと待って、どこ行った。これつらいよな。攻撃させない。あーマジか、最後の最後でそんなのありか。しゃあ、いやあの壁際きついな。ちょっと来た来たぞー、リョフちゃんが。いやこいつの一撃目なんなん、絶対食らうんやけど。あ、マジですごいな、それガードするんや、きつ。
あー、いかん。チャージ1やった。チャージ2か。もう。あー、やばい。やばいやばいやばい。ピーンチ。危ない。うい、50突破。OK。さあ、めちゃめちゃ強いぞ、ここから。ここら辺からやばいんじゃないかな。これ絶対負けるな。あー、当たらん。これも一つの作戦よ。あえて全て受け切ると。うらあえて全て受け切る。ほい、よし、これ理想、今の理想です。今のが非常に理想。さあ、いらっしゃい。ああ、当たるんや、それ当たるんや、それ。ああ、出してしまった。これ癖で出してしまう。すごいな、こいつの駆け引き。マジで天才的やな。どう考えてもコンピューターじゃないもんね。これはめたんじゃない？これはまったんじゃない？これはまったやろ。はまったはまった。よしよしよし。これ、これはめ攻撃やな。よしよしよし。ざまみろ。来いよ。53。すごいね、すごいね。あー、やばい。いやー、やばい。やっちまった。うわー、完全にやった。いやー、いけるか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 。うわー、ギリギリー。これ逃しとってやばかった。今のダメージ与えてなかったらきつかったな。今のが残っとったら多分ほぼ 100% 死んどったと思う。いやー、マジで。これ、うっとうしいんやな。無双ゲージが溜まるギリギリまで。ここ。へいへい。任せなよ。56人目どうや。ういっ。あー、やっちもた。やっちもたわ、これは。あー、もうクラウン、うわ、強っ。強すぎやろ。危ない。当たれ当たれ。よし、危ねえ。今の弾き返し、シューター移動するけ危なかったな。今のしくっとったらやばかった。マジすごいな。弾き返しにも対応してくるんか。ほい、いけるか。
か。よし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 、なんだかんだ来たね。57人目、58人目。いらっしゃい新婚さん、いらっしゃい。あ、これ来たんじゃない。あ、来た来た来た、これ来た、これいただいたわこれ来たわ、ごめん尊敬、いただいた。あ、やばい、くそ遅かった。いや、これまずいな。ちょっと待てよ、よくないなこれ。いやー、オッケーオッケー。あー、いかん、これはよくない。ちょっと待って、一旦落ち着いて、これ集中よ。近ない、どうしよっか、どうやって、どうしよっか。ちょっと待って、これ結構ピンチよね。あー、当てられた。やばい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 。いやー、今のダメか。いや、ちょっと待って、これはやばい、これはやばいって、これはまずい、死ぬ。あー、怖っ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 、やめて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 。お前はふざけんなよ。うっ、あー怖い、これか、終わった、押し切れ。あー、ダメかー、くっそー、あそこ、あのパターン打開できんなー。あー、60行きたかったなー。いやー、でもなんか50ぐらいからそんなに多分強さ変わってないはずなんやね。ミスさえせんかったらいけるはずない。孫権はあの無双ゲージが溜まった瞬間にソーランブ打ってしまったけんダメやったよね。57っていうのがすごいんかすごくないんかわからんけど、まあ結構難しい、結構難しいけど、これ多分ねイメージやけど集大じゃないと無理やと思う。地上ヒットやないですか。地上ヒット、地上ヒットなんで、うん、地上ヒットだから、地上ヒットじゃないキャラ、あの、なんていうの、無双乱舞が地上ヒットじゃないキャラ使うとダメージがもう格段に落ちるんですよ。明らかに落ちるんですよ。で、50とかってもう言ったら無双乱舞3回ぐらいアテント倒せるんで、無双乱舞だけで攻撃するとね。なんで結構きついと思う。あの、うん、やっぱ地上ヒットの方がダメージが入るけん、やっぱ地上ヒットでダメージ与えて倒せるところまで、チャージ5とか、まああいうハメ攻撃とかで体力を削りつつ、敵の無双乱舞ゲージが溜まる直前ぐらいで、あの地上ヒットの無双乱舞打たんと帰ってくるん で、これが劉備とかやったら、あの気絶じゃないけんさ、普通に地上ヒットで攻撃やけん帰ってくるんですよ、普通にすぐに。やけん、やっぱ集大の、あの気絶する、反撃ができない無双乱舞で攻撃するか、もう相当時間かけてでも空中ヒットの無双乱舞のキャラで倒すか。やけど、あまりにも AI が強すぎるんで、多分ね、あの、そういう駆け引きの回数はね、やっぱ極力少なくしてはいいはずなんですよ。なんで、やっぱ集大の気絶が一番ベストだと思う。これは別になんか攻略サイト見たとかじゃなくて、本当に一回も何も見ずに、なんとなくやってみようと思って今やり始めたんで、多分そうだと思うよね。あとはもう出てくる多分敵の運やね。今回みたいにあの周遊とか孫権とか孫昌公とか、ああいうこうなんていうの、片手剣みたいな、なんて範囲が狭い武器を持ってるキャラだったら、ああいうジャンプ攻撃で避けた段階で無双乱舞打ってくれたら、まあまあ当たらずにガードできるんやけど、やっぱ長領とか呂布とかの範囲がバカみたいに広いキャラが出てくると、ちょっとどうしても当たってしまうんで最初に。でね、50とかからね、もう見たらわかるけど、もうとてつもないダメージなんですよ。空中ヒットでさえ、空中ヒットの無双乱舞でもとてつもないダメージだったんで、そこら辺がちょっとネックなところではある、はい、けどまあ57取ったけんいいんじゃね、とりあえず60いきたいけどね。これがどんぐらいまでいけるんかちょっと気になるな。よし、終わろう、疲れた、今回終わるぞ俺は。
はい、ということで、僕の最高記録は、連投57ということで、まあ絶対にこれ以上は無理っていうわけではなさそう。あれはね、俺のミス、孫権に関しては俺がミスしたんで、もう仕方ないんで、これが連投の最高記録ということで、また気が向いたらやってみます。はい、ということでセーブしましょう。はい、ということで、終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、終わります。じゃあバイバイ。